この先に出会うどんな友とも分かち合えない秘密を共にした。それなのにたった一言のごめんねだけやけに遠くて言えなかったり、明日も会うのになぜか僕らは眠い目こすり落としバカ話、明くる日案の定机並べて居眠りして怒られてるのに笑えてきて、理屈に合わないことをどれだけやれるかが青春だとでもどこかで僕ら思っていたのかな。ああ答えがあるといい教わってきたよ。そのせいだろうか僕たちが知りたかったのはいつも正解などまなぎがにもない、一番大切な君と仲直りの仕方、大好きなあの子の心の振り向かせ方、何一つ見えない僕らの未来だから、答えがすでにある問いなんかに用などはない。どんな友とも違う君に見つけてもらった、自分を初めて好きになれたの、わかるはずない君にわかるはずもないでしょう。並んでやるけどどこかで追い続けていた君の背中、明日からはもうそこにはない。ああ答えがあるといいばかりを教わってきたよ。そのせいだろうか僕たちが知りたかったのはいつも正解など大人も知らない、喜びが溢れて止まらない夜の眠り方、悔しさでにじんだ心の傷の治し方、傷ついた友の励まし方、あなたと初めて隣り合った日、後で聞いたよ君は笑っていたと、思いの伝え方がわからない、僕の心君は無理やりこじ開けたの。ああ答えがあるといい
ばかりを教わってきたよ。だけど明日からは僕だけの正解をいざ探しに行くんだ。また会う日まで。次の空欄に当てはまる言葉を書き入れなさい。ここでの最後の問い、君のいない明日からの日々を僕は確かきっと制限時間はあなたのこれからの人生、回答用紙はあなたのこれからの人生、答え合わせは時には私はもういない。だから最低基準はあなたのこれからの人生よ。初めて